ゲストの皆様こんばんは、ラケンです。さあ今宵も皆さんの鼓膜を響かせましたが、いかがだったでしょうか。今宵は海外のホラーゲーム、こちらの3本立てになります。前半から中盤はね、なんか可愛らしいのかなと思いきや、結構ね不気味なホラーゲームになってます。で後半はがっつりホラーですね。なんかいない、ここで行きましょう。はい、さて、あ、始まりましたね。では行きましょう。やっぱなんかいんな、ほら。Hello? Anybody home? Scare me? 声がちょっと独特ですね。はい、CJ。確か GTA にいましたよね、CJ っていうキャラ。主人公だっけ？帰れないわ。早速この訪問先からね、帰宅しようかなと思ったんですが、無理ですね。はい。では行きましょうか。アイテムなんか回収できんのかな？なんか思いのほかグラフィック綺麗だね。あー、いなくなってる。これ暗い状態でさ、行ったらどうなんの？あ、暗くするところ現れるんだ。はいはい。こっち行ったら、燃えてんぞ。大丈夫か？ここに熊っぽい何かいるんだけど、燃えてんぞ。大丈夫か、こうやって。アトラクションがありましたね、今。なるほど、そういう感じか。はい。Anybody home? 消えるんだね。これ受注ハック、火事だろ。大丈夫この家、本当に。火災報知器どうなってんの？バグってんのよ。もうこっから黒煙がね、待ってますから。はい。さて、どこ行くのかな？鍵を見つけて部屋に入っていくみたいな感じかな？どうなんだろう。ここは？行けないね。あれ？全部行けない？ここ？行けねえな。この箱怪しいな。何もできない。何をするんだ？ひょっとしたら、明かりをつけたら見えないとか。ねえ。これ消すと現れるじゃん。消すとなんか鍵も現れるとかあるんじゃないの？どないやねん。はい。熊に近づくとやられちゃうんで、いや、いけねえな。これ死んじゃうもんね、ここ行ったら。この辺も取れない。あとは？なんかあるか？ん？これは？照明だもんね。え、なんもできないじゃん。なにこの家。あれ？ひょっとして。これ、捨て身タックルすれば入れるわ。なるほど。E ボタンクリックとかで開かねえと思ったら、こんな感じで開くんだ。はい。パン。なんでパンあんのこれ。ファンならね、うちにもそれパンキャラクターがいるんですが、そう、私のチャンネルのロブロックスキャラ、たけしがね、いるんですよ。かわいいよ。これはどうするんだ？はい。あ。つきましたけども。うん。ついたけど。あ、あれ？リモコン持って下ろしちゃうね。なんで？ずっと持っとけ。はい。で、なんで開いてんの？何このカリンと。ご一行じゃん。テレビつけたからこれ出現したの？はい。何してんの君たち。はい。すごいちっちゃい子までいるよ。足を背もたれにしてる。新しいですね。はい。こっち側にもいるんだ。これ何、テレビ何回か押したからこっちが変化したの？もう一回やろうか。あ、もうなんない。はい。じゃあ次の部屋行きましょうか。はい。映画だからね。はい。暗くしてあげましょう。よーし。ダメだ、この扉。立て付けが悪い。こっち側は？開けない。ここは制御がある。ここはどうでしょう。あ、入れますね。バスルーム。歯ブラシでかいな、これ。背中磨けるレベルのね、歯ブラシですが。あとは、汚ねえな。あれ？めっちゃ染みついちゃってるよ。はい。こっち側は？びっくりした。めっちゃこっち凝視してんじゃん。やめろ、お前。なんだ、その帽子。マサダタウンに帰れ。うん。YouTuber さんかな？どんなんだろう。ぽいね。海外の YouTuber さんみたいな。うん。すごいね、そのタイピング法。うん。限りなくこっちを見ながら打つっていう。はい。この帽子取れない？無理だわ。あとはなんか指示で、あ、こっち側にもいらしたのね。あ、これは何だったっけ？カーミットだっけ？可愛らしいよね。僕もT シャツ持ってますよ。さて、
といろんな動画をね配信してるんだ。僕と同じゲーム実況者かな。はい。え、でかくないこれ。すっげえ。この飲み物すげえでけえな。はい。あ、てかこれおしゃれ。ろうそくになってる。はい。あとは、ここはもう調べ物ないかな？うん。カバンがあって。はい、よし。こっちも行ったし、なんか変化、あ、行けるようになってるわ。懐中電灯持ってる。趣味悪。なんだこの絵は。うん。ここになんか貼ってる。暗号的な感じ？うん。あとは、なんでペンキ？ピザがむき出しに置いてありますね。はい。あ、取れるんだ。これを多分持ってけみたいな感じかな。おそらくそうでしょうね。じゃあ行きましょう。うわ、びっくりした。え、なんで急に来んの。誰やねん。 Hey, Skirb, I go and come back. 立ち上がったぞ。なるほど、選手交代ね。了解しました。はい。なんか大変なことになってますよ、彼ら。さっき自分たちが操作してたキャラが今クマに襲われたから確認しに行くのね。女性だったんだね。はい。あー、いなくなってる。パンは健在だね。あとは、すごい火事。こっち側？うん。あ寝てる。大丈夫？起きなよ。ちょっと待って、ない、こいつ。頭がないぞ。熊に食われたのかな？うわ、やべえ！なにこれ？強そう。家が稽古場になってる。なんじゃここ燃えるぞ、お前。大丈夫か？ほぼほぼ左燃えてるよ、それ。暑さ感じねえのかな、この熊。はい。これ当たったら死んじゃうもんね。どうすんの？この箱怪しいよな。なんで？何回も繰り返されるね、これ。はい、扉開けて。うん、扉プルプル刺すな。なんでベッド入ったの？はい。悪夢かなって思ったのか。あ、脱出口ね。はい。うわ、やべえ。逃げろ、逃げろ。なんだこのグリーンバック通路。絶対役立たないじゃん。ねえ。グリーンバック通路。で、こっちか、向こうにカメラ置いてもさ、左右しか俺なんか変化できないからね、これ編集で。え？無理じゃねこれ。必ず死んじゃうのかな、この場所は。はい、こっからか。頑張れ。さあ、これで2回目の挑戦ですが、何回もプルプルするんだね、これ。いきますよ。結構渋い笑い声だね。振り向かずまっすぐ行こう。さあ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 。あ、ジャンプ力高い。これ活用しようぜ。いいね。はい。どんどん走っちゃって。これなら軽く後ろを確認してもいいかもしんない。なんでダンシングしないから来るんだろう。もうちょっともうちょっと。上の電気に当たっちゃうな。よし、OK。はい。ムービーで今。何やねんそれ。終わった。お次はこちらのゲームやっていきましょう。うん。なんかフォントが可愛いね。さて皆さんご存知、なんで炭酸？スポンジボブの、うわあ、すいません。スポンジボブじゃないです、これは。はい。完全に海賊版ですね。あ、これひょっとしたらさ、スポンジホンチャラのあの敵キャラを動かすホラーゲームかな？そう、主人公が敵キャラみたいな。どうなんだろう？うん。で、行きましょうか。プレイ。はい。これなんかテレビの映像っていうより、テレビの中の人になってるよね、この海賊。入ってんだろ。うん。うちのテレビにはおっさんが入ってる。さあ、やって、うわこれもやべえ。すげえリアルになってんじゃん。はい。やっていきましょうか。なんかゴージャスな扉だね。家の雰囲気もゴージャスで。はい。これはおかしい。これ呼ばれして申し訳ないけど、これはおかしい。うん。で、元あれでしょ？やばいだろ。はい。とんでもない怪物がいますが、話していきましょうか。はい。これなんかタスクをこなしていくみたいな感じっぽいね。左上にタスクって書いてある。うん。はい。Can you clean the house? この辺掃除してる。おめえやれ！なんで俺がやんな、お前。はい。Let's start with the living room. 静かに了承してね、今。はい、やっていきましょう。まずリビングルームから掃除してるみたいな感じかな。うん。首どうなってんだよ、お前。やべえだろ、あれ。どうやってやってたの？うわ、こっち向くんだ。座ってもなおこっちを凝視すんだね、このキャラは。気持ちが悪い。はい。
では掃除していきましょう。はい、ストレージルーム、ストレージルーム、ここでね、ストレージルームに段ボールを持ってけみたいな感じかな。うん、これ言ったよねさっきさっきめっちゃちっちゃかったよな。うん、卓上に乗ってるフィギュアとなんか火ついてるフィギュアでなんか2体ぐらいいたよねこんなに成長しちゃってものの数分でこんな細胞分裂繰り返してたんだ。はい、では行きましょう。さあ、こっちから向けるんだ。おお、広い、豪華かこれ豪華なのか独房なのか紙一重ですねこの家はい、ではでは、まあ先ほどのバスルームよりましたねかん、え、ダンボールなくない？え、ない、ないよ。ないっすよどうなってんすかこの家あ、てかあれか、これを追加すんだね。あ、やりづら、何この仕事やめたい。プレイしてまだ間もないけどさ、もうすでにこの仕事をやめたい。やだ、この見られながら段ボールをさ運ぶの。うん、これ段ボールじゃないよねスピーカーという名の粘土だねこれ。音とか一切発さなそうなスピーカーがありましたこの本棚もすげえなぎっしり、意外とめっちゃ勉強するタイプか。はい、意外とって超失礼だけどね。さて、重ねていきますよ。え、家族写真、お前この家乗っ取った誰一人としてあの子に似てる子がいない。え、どれ、あれはどれ。さあ、いきますよ、どん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 運んで、はい、重ねていくんだね。変化ない？大丈夫か。うん、ずっと見てんな。そんな怪しいかな俺、怪しい行動してるもんね。あ、ジャンプできる。お、これは魔人ブーに乗れるかな。無理だわ。さあ、魔人ブーに乗ることは失敗に終わりましたが、ダンボールを運ぶのは成功させましょう何してんねんお前。 Did you finish cleaning? 話しかけられるダンボールまだ終わってないっすよ。はい、 Keep cleaning up. なんだろう、うん、もう無視するわ。ダンボール、ダンボール、まだ買ってないやん。タスク急げ急げ。うわ、見てんな。なんやねん。よし。仕事終わる前にさ、こっち一回確認して。うん。もうむしろお前やった方が早いだろ。依頼したはいいんだけど、結局気になっちゃって自分でやった方が早いやつじゃん、これ。やれ。なんで呼んだの、俺を。はい。また来るかな。来ね。ラスト一個。さて、来るかな？これを運んで、また振り向いたらいるよね、多分。はい、終わった。あ、いない。あ、来た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 。うわ顎の肉半端なかったぞ、お前。ちけえよ。なんでこんな追い詰めた俺を。はい、話していきましょうか。ちょっと、どこで話せんの、これ。話せねえじゃねえか、もう。押しても何もできねえ。なんで？どけ。ちょっとバグったんでやり直しました。はい、ではこの辺で待ち構えましょうか。あ、焦ったようやくいけたわさっきの完全にバグですね。はい、さあ、キスの、何してんの。うん、さて、どうやって出たの。うん、寝室でお電話してますが、相手誰だろうね。うん、さっきの海賊か。な、近っ。どうやって？うん。ここで待つのか。はい。本当に？これまた出れずに詰んだ？大丈夫？こうやって。ああ、よし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 。首ねじれてんぞ、お前。洗濯かけた後のトレーナーの袖みたいになってんじゃん。なんやこれ。はい。しばらく待ってって言われてもね。全然いけないよ、こっち。はい。あ、これ、また積んだわ。なんだこれ。もう一回やり直したぞ。はい。出る出る出る。よしよしよし。ここだから積んでな、多分。はい。なんで話しかけられねえんだよ。
おかしいだろこれ。Did you finish clean? もう一回やり直しちゃできましたね。Wait here, このゲームはやばいぞ。はい。おっとここなくてまた話しかけられねえ。なんだこれ。はいはい、なんかベッドルーム行ったら寝れました。これでいいの？話しかけられずこれ進みましたが、あっなんかいる。決して海外の有名なキャラクターではございません。はい、完全にオリジナルのやべえキャラです。うん、で、囚われた黄色いモンスターを助けるみたいな感じかな。どんなんだろう。うん。主人公目を覚ましましたね。はい。うん。よく寝れたな。こんな坊ちゃんしか好まねえような石の出てるよく寝れたな、お前。すげえな。もう反発ベッドじゃん。なんで最後のあがきでこれクッションだけなんか本当にクッションしてんの。でもカバーが可愛いだけであれ中石かもしんないからね。出てきましょうか。次は、うん。先ほどの場所に戻って、あ、いない！どう行った？こっちか。うわ、ここにいるんだ。後ろの何？さっきのスポンジの黄色いキャラクターがいる場所？また話しかけられる、これ。あ、いけた。なんか当たったら普通に話が始まりましたね。これがいいよ。さっきのいい気で会話始まる、大体がバグるからさ。この当たったら話しかけられるっていうモードがいいわ。よし、オッケー。これで次は、あ、キッチン掃除、なんでここでなんかやってんのか、お前。やってんな。閉めて、はい。彼を永遠と閉じ込めたいですが、ここコンクリで固める？うん、ゲストルームだって、これ。やば。ゲストが黄色いモンスターか。うん、危険な。坊ちゃんしか好まなそうなピアノがある。さあ、次はキッチンに行って掃除しましょうか。こっち側か。オッケー。初めて行きますね。あ、かわいい。ちょっとかわいいな、草。うん、他はクソ。やばいな。これ何？うん。あ、なんか入れたぞ、これ。入れたのか食ったのか。うん。食べるようにとしますが、これ片してんだろうね。はい。一気に2個持ってないの？これ。無理っぺ。よし。片してますよ。またあいつ来るんだろうな、多分。この作業が気になっちゃってきそう。ねえ。さてさて、どんどんこのスポンジを水の中にやるな。はい、うん、来たね。やっぱり来たな、お前。押せよ、交換。なんでやねん。どのタイミングで交換流してんね、今。よし、じゃあちょっとこのスポンジどんどん水につけていきますよ。はい、新たなスポンジホンチャラをさ、生成してんのかな、ここは。どうなんでしょう。あ、こっち側にもある。さあ、ラスト1個。あ、違うわ。ラスト2個。あれ？ 1 個あった。え？なんで？俺なんで叩かれたの、今。はい。んで、怖えよ、この子。もう、ヒゲも入っちゃってるし。スポンジビッチャーかな。さあ、話しかけていきましょう。はい。元気そう。はい。なるほど。1週間か。来たぞ。なんか。はい。こっちから誰かやられてる。あ！別のキャラクターだ、これ。イカみたいな。はい。リアクションでかっ。はい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 。この子何だったっけ？そう、違ってる可能性大ですが、宇宙人だっけ？はい。向こう側行ったぞ。何して、おい！争いが始まってる。何これ？どうなっちゃう？お前が勝ったか。どうすんだこれ。それやめて。うん、言葉悪いけど気持ちが悪い。はい。あ、今スポンジボブと会話してんのかな。あ、ぽいな。どっか行っちゃった。はい、またムービーになって、話すんだ。どうなっちゃうのこれ。うん、今ムービーですよ。ぐ、汚な。口から鍵が出たぞ。なるほど、逃げる準備してたのね。はいはい。この主人公とこの黄色いモンスターは協力して出るみたいな感じかな。どうなんだろう。はい。眠くなっちゃったと。さて、寝ましょう。よく寝れんな。主人公眠くなっちゃったんで寝ました、今。
はい、起こされましたが、これ何日か経ったみたいな感じ？さっきセブンデイズって言ってましたからね。え？どうなってんのこれ。うん。ずーっとムービーだよね、これ。はい。お前がやったのか。はい。なんか楽器吹き出したぞ。うん。一応これ多分ね、モザイクみたいなのかかってると思いますが、フレンチトーストみたいになってます。はい。完全にぶっ飛んでやる、このホラーゲーム。どうなっちゃうの？うん。ズームすんな。さあ、場面切り替わったんだけど、すさまじい光景になってるわ、これ。どうすんの？この後。はい。では、行きましょうか。あるよ、これ。戦うの？これに決闘挑んでんのかな？どうなんでしょう。あ！寝てんじゃん！よくこんな場所に寝れんの、お前。さっき争ったとこんじゃん。うん、踏むな。何してんだよ、お前。はい。今、主人公銃持ってますからね。うん。銃的に何かを持ってます。これどうすんの？はい。こやつを倒すみたいな感じでありますが、倒し方が、眩しそう。こりゃ眩しいな。彼はくたばっている。あ、ようやく出ましたね。はい。こうやって出すんだね。じゃあ彼には眠ってもらいましょう。5、4、3、2、1。あれ？で、棒立ちやめろよ。さて、続いて最後のゲーム。From the Basement。なんか映ったね、今。やっていきましょうか。なんか主人公はお子さんで、なんか地下室でお母さんが作業してるみたいな感じの説明がありました。どういうゲームなんでしょう。いきましょう。はい。うん。セリフがあるんだね。OK。寝て起きたら、母ちゃんがいないと。探しに行く感じかな？探しましょう。カチャリ。おーっと、バスルームか。こんな感じ？うん。バスルーム、フローリングでいいの？これ、絶対2日後ぐらいからカビてくるよね。夏場大変。さあ、降りますよ。うん。おかん！どこ？どこ行ってるんでしょうね。あら、おしゃれな照明。うん。さて、降りてくわよ。これジャンプないんだね。はい。走ることもできません。うん。お家はロックされてる。怖いな、この家。不吉よん？向こう側にライトがある。こっち行かない？あった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 。カチャリ。どこにまず地下室があるかだよね。外に出て回っていくか、それとも家の中にやるか。はい。洗面所があって。うん。高いな、このバスタブ。高さが結構あるね。はい。なんか悲しい。なんか幸せなはずの写真なのになんかこのポツンとした存在感悲しい。さあ、どんどん上がりつけていきますよ。うん。地下室ね。地下室、地下室。はい。こっちか？それともあっちか？失礼しました。これは？うん。こっちか。はい。鍵がかかってるんで、鍵穴から覗いたのかな、これ。あ！なになになに？見えんの？俺は見えない。うん。なんでしょう。なるほど。ベッドルームに行ってろと。一応会話できたのか、母ちゃんと。わかりました。では行きましょうか。まあ、言うこと聞くしかないからね。さてさて、戻りますよ。天井高いね。ささ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 。ベッド行ったらなんか変わるかな。どんなんだろう。ベッドルームでってベッドベッド、ボコボコ出ちゃいましたね。はい。このシングルベッド細ない？通常のシングルベッドよりさらにシングルになってんじゃん。はい。寝ていきましょう。どうなんだ？母ちゃんを待つのかな？これは。はい。全く来ない。さて、もう一回確認しに行くのかな？行きましょうか。何してんでしょうね。夜な夜な地下でさ、恐ろしい副業とかしてるのかもね。さあ、全体明かりつけて、これ全部さ、明かり消えてるけど、お母さんが消しちゃうのかな？どんなんだろう。うん。なんで？電気つけたら襲われたぞ、これ。はい、なんか来てしまいました。うん。化け物ですね。これつけて引き？無理か。こっちか行けない。こう降りるしかないよな。え？何よ？何も見えないよ、これ。降りて平気？
うん、本当に何も見えない。あ、どっかにたどり着いたわ。はい。あ、あ、なんか映った、さっきのか。はい、これ一応ムービーです。2回来るな、なんで2回来たんでしょうね。今の表現したお母さんってこと？はい、この写真からね、全然似つかないですが。なんだこれ。うん、何が起きたんでしょうね。はい。お父さんは牛乳を買いに行って以来、帰ってきてないらしい。なんで？おった。謎すぎるな、このゲーム。しれっと終わりましたが、これ夜な夜なさ、地下でお母さんが仕事してた内容って、ひょっとしたらお父さんを。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。